おはようございます。2024年3月の26日本日火曜日ですから、柏森駅改札前にてご挨拶運動させていただきます。改めまして、江南市議会議員の大藪でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、ちょっと今日天気がね、かなり荒れるということで、朝ちょうど通勤の時間、まだ今ですね、5時50分ぐらいですからまだいいんですが、6時7時ぐらいに大雨が来るという予測が天気予報でなされてますので、皆さん雨のご用意、しっかりですね、整えて足元をご注意して、ね、おいでください。さあ今日の話題です。今週で朝の連ドラちょうどね、最終週を迎えておりますが、実は翌週のですね、来週の4月1日からですか、始まります、虎に翼。これはですね、実は日本初の女性裁判官のお話で、三淵嘉子さんというね、これ現実においでの方で、この人をモデルにしたドラマだそうです。結構ね、内容も非常に良くて、現実のいろいろな裁判の判例からどのようにその結論を導き出していくかというのが非常にドラマティックな作品だそうです。見甲斐があるということで、ぜひともですね、楽しみにしていただきたいなと。僕はね、 NHK の回し者ではないんですが、朝のドラとね、大河ドラマはもう大好きなもんですからね、ぜひとも皆さん一緒に見ていただきたいなと思っております。特にですね、私の大好きな石田さゆりさん、そしてごめんなさい、石田ゆり子さんですね、石田ゆり子さんや、そしてあの新人のね、伊藤沙莉さん、ご存知ですかね、あのマクドナルドでね、あの三角パイのこんな宣伝やってるあの伊藤沙莉さんも出演されてみます。ぜひご覧ください。さて話題をごろっと変えましょう。今日実は、食品サンプルの日という日だそうです。食品サンプル最近すごいですね。とにかくこんなものまで食品サンプルにしてしまうかというような、リアルなものがいっぱい出ております。特にインバウンド、海外からおいでの皆様の、空港なんかにありますガチャ、あれね、実はですね、最後に日本円で残った硬貨を使っていっていただきたいということで、空港ですとか新幹線の駅などにガチャが備え付けられています。あのガチャの中にも食品サンプルのガチャがあり、これね、海外の方に大変人気だそうです。非常にいいことですね。とにかくリアルにできているということで、あれ日本独自ですよね。海外なんか行ってレストランなんかで、あのスパゲティのサンプルとかね、なんかステーキのサンプルとか見たことがないです。日本はね、お店行きますと本当に綺麗にねできていますので、ああいったもの非常に文化なんでしょうね。ぜひともですね、こういったもので外貨をしっかり稼いでいきたいなというふうに思っております。皆さんも何かね、そういうサンプル的なもの、キーホルダーなどで持ってみる方も、最近ね、ちょっと散見されますけどね、ぜひとも皆さん、これね、この地域の近く、郡上八幡がね、実はこの食品サンプルを生産している、最もね、近いところで非常にこう有名なところですのでね、ぜひ郡上八幡の中行かれましたら、サンプルの実際に自分で体験できる、そういうね、スタジオもありますので、ね、なんかレタスなんかをね、上手に作ったりとか、そんなスタジオもありますので、ぜひご覧ください。ということで、今日は一日こんな雨の天気ですが、足元を十分お気をつけになって、お過ごしください。では、いってらっしゃいませ。ごきげんよう。